はい、皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト行ってみたいと思います。最近コメントでね、録音キャンセルなんてバーストシュート使ってはどうかって言われたんでね、じゃあ今回ねそれを使っていきたいと思います。前回の収録からどうかな、4日ほどね、相手やってないんですけど、収録してないんですけど、まあのんびりとね、毎日スタミナを、備蓄エネルギーじゃなしに支給エネルギーを無駄にしないようにってことで、1日ね寝てる時間とかね本来ぐっすり寝てたんですけど、ちょっとこう夜中に起きて、あ、1個も支給エネルギー無駄にしないぜみたいなプレイしてたら、気がついたらレベル17になってました。はい、それではね、あとバスターの方ね、なんとか、なんだっけな、ペイントできるようにしましたんでね、そちらの方もお見せしたいと思います。そしてね、ガンダムのグッズ情報が一つ、2016年、1月下旬発売なんです。まだ先なんですけれども、帽子みたいなもの発売されます。ザクとかアッガイドムになれるそうです。深くかぶったらね完全に顔隠れるらしいんでね、すごいこんな姿のやつ歩いてたら多分ギョーッとしますね。多分職務質問受けますよ。皆さんもね、帽子をかぶるのはいいですけど、顔隠すぐらいかぶらない方が多分ゆけみはおすすめします。そのかぶり方したら多分絶対職質受けます。深夜だったらもう間違いなく職質受けるレベルですね。はい、じゃあ、頑張っていきましょう。ペイントの方はね、バスターの方今もうちょっとしたら出るんですけど、雪闇の大好きな、マドカマギカに出てくるホムラちゃんのホムホムの、イメージしたような機体カラーにしてあります。ね、素晴らしいバスターが完成したからね。でもちょっともう適当ペイントしたんでね、全然見た目よろしいとは言えない、むしろなんだこれっていうような機体になってますんでね。機体の選択、各種設定を行ってください。はい、マッチングの方終わりました。それではね、よろしくお願いします。パイロットスキルの方はちゃんとバーストシュートにしてあるね。はい、こちらがねホムホムカラーのホムバスターと言われてる機体です。なんだそりゃって言われそうですよね。さあ頑張っていきましょう。果たして、あ、支援機もう一機いたのか。ちょっと変えてもよかったかもしれないけど、まあ大丈夫かな。前線張ってくれる機体がまあ3機あれば、まあなんとかなるかな。はい、ではね頑張ってみたいと思います。果たしてね、バーストシュートって使うとどのぐらいね威力が変わるのかね、ちょっとその辺も含めて見てみようかなと思ってますね。実際ちょっとこう練習でね、軽くガンダムと一戦やらかした時は、いつもならねガンダム相手だと100ダメージ通らないんですけど、バーストシュートつけてある状態だったら、まあ、いや、100取ってたかな、150とか200近くのダメージ与えたような覚えがあるんで、まあなかなか強力なんじゃないかなと思います。なんとかね、もうそういうね、バーストシュートを使ってる時に限って当たらないっていうのがね、雪闇よくありますんでね、そこら辺がちょっとうまく当てていきたいところですよね。はい、あとはね、ガンダム情報として、あと何もないか、グッズの紹介かもしれないもんね。よし、とりあえず行こう。いた、ここだ。よし、当たった。よし、まず1発目はなかなかいい形で当たってくれたけど、2発目が当たるか。よし、当たった。さすがに後ろを向いてるときはガードさすがにできないからね、これならまあ出られるでしょう。当たれ。よし、当たった。これはガードできない。よし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 、いいぞ。なかなかいい形で当たってくれてる。おいちゃん、あれ当たらなかった。2発目が遅れたか。よし、オッケー、これでもらった撃破。まずは1機させるか。逃がした。バテるみたいね。さあ、あそこにいるあいつがなかなかね顔を出してくれない。よし、オッケー。よし、当たった。バッチリ。いいね、いいね。なかなかみんな押してるじゃないか。よし、中継地点を奪われました。オッケー。敵はね何も近づけないからね、これならほらよ。よーし、もらった。ここだ。あら、壁にも立てられた。あー、息来るか。よし、当たった。今そのままダウンしての、さあバーストシュートをね使う機会を狙っていきたいところ。
よし、当たる。これはさすがに、ああ、味方がやらせてくれた。よし、オッケー。よし、落ちてろ、落ちてろ、そのまま。味方が敵を撃破。当たれ。バッチリバッチリ。この調子じゃね。まだ。当たんないね。ちょっと待ってね。確実に。ここだ。こっちか。硬いね。あ、いたぞ、いたぞ、いた。なに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 。よしと。これはまずいか。あ、しかし、あれは大チャンス。しかし。ほら、さあ。よし、いい感じだ。あれ、嘘。今のダメージ、でっか。え、あんなに。ヒットポイントあったのに。強力すぎるだろう。さすがだな、ゼータ。まあ、頑張っていきたいところ。謹慎しましたからね、何機か。味方が倒してくれてると思いたい。ここだ。よし、オッケー。バスターだからってない、いきなり格闘してくるんですからね、雪闇だと。よし、当たった。バッチリバッチリ。それで、とりあえずね、バーストシュートも使えるようにはなってるんですけど、まだいかない。よし、いや。さあ、のんびりね、やっていきましょうかね。かな。よし、オッケー、当たった。よーし、オッケー、オッケー。あんまりね、正面だと、下手にね、リードをバラすとガードされてね、変に反撃されたりするんでね。よし、今。あー、もったいないな。よし、じゃあ頑張ってやってみますか。リガさん。残り 50% を切りました。これは厄介なやつが行ってきたぞ。あら、うん、やだやだやだ。よし、ここでここでバーストシュートを発動。くらえ。そしてこれだ。よし、ガードしたけど吹っ飛ばしたね。すごい。これは威力結構あるんじゃないの。どれぐらい178通る。大きいね。あっぶなあ、当たりに行っちゃった。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。こんなことで死ぬわけにいかない。やめて。あれはちょっと危険だね。ちょっとこういう時は一旦ね、落ち着こう。サイコガンダムと遊んでる場合じゃない、今は。お、なに、ゼータ、ゼータ、お前やるのか、俺と。あいたー、ゼータやばい、ゼータに囲まれる。これは、あ、あ、しまった、しまった、危ない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 、よし、当たった。危ない、助かった。味方が当ててくれたからダウン奪ってるね。よし、ここだ。あー、嘘、すごい力だね。ガードしてもよかったかもしれないな。お、これはチャンス。あー、出た、壊れた。さて、思ったよりね、バーストシュート使ってるけど、普通にやっぱりロックオンキャンセラーの方がいいのかな。なんか、多分ガンダムみたいに強力な機体だったらね、意外と分かる部分もあるんですけどね、普通の機体相手だからね、あんまり打っててもね、十分威力通るんでね、イケメンのやつは。はい。やばいやばい。さすがにね、あんな正面切ってね、目の前でされたら当てちゃうね。さあ、頑張っていきましょうかね。次はどこを狙っていこうかな。おお、サイコガンダムがまさかのラストキルを奪う。やったな、サイコガンダム。すごい、それにしてもね、やっぱ自分で作っといてあれですけど、あんまり見た目良くないですね。いや、でもいいわ。もうこれで行くと決めたんだ、もう。とりあえずね、戦場でどっかで見かけたら、ね、ぜひ、雪闇だと思って見てくれればいいと思います。戦場で見かけたらね、お手柔らかにお願いします。さあ、とりあえずね、バスターはこんなところかな。今回の戦闘結果です。こんなものか。成績普通ぐらいですかね。なんかあんまり、バーストシュートあんまりできなかったから、なんかちょっとこう、ちょっとまだなんか足りないなって感じはするけど、ちょっと、はい、それではね、皆さん、おやすみなさい。